はい、最終節水戸に対して清水は1対1、しかも先に失点をして、まあ、なんとか追いついて、それをひっくり返せず終わってしまったということで、2位から4位に転落ですかということで42節を終えることになりましたけど、まあ、僕自身もあのしっかり、最終節清水水戸のゲームを見ました。正直前半に関してはもう水戸が用意してきたものに対して、まず対応するということで清水は手一杯だったなという印象です。で、何に苦しんだかっていうと、まあ、青が水戸とするとボランチの1枚がここに降りて3枚回しを仕掛けてきました。乾選手とチアゴ・サンタナ選手で2枚でこうプレスをかけていくんですけど、そうなるとサイドバックの選手たちがだいぶ高い位置をこう取ったんですね。でなおかつ右のサイドハーフに入ってた武田英俊選手がボランチの役で小原選手とこう一緒にこうなりながら、長井という選手が、まあ、降りていく形が多かったんですけど、こういう形を取ることで、カルリーヌス・ジュニアがだいぶ押し込まれる。だけど、武田英俊選手が中行くんで、こうついていかざるを得ない。で、ここを取りに来るので、やっぱこのスペースがやっぱ怖かったわけですよね。はい。で、まあ、ここ対応はできるとは思うんですけど、こうやって3枚でも動かされるんで、なかなか前線からはボールを引っ掛けることができなくて、ここからいいボールたくさん出てきてたわけですね。じゃあそこでもう前半のうち、これは清水として対応早かったなと思うんですけど、清水もこういう形を取りましたね。こういう形にしたのか。はい。3バック、3センターにして両ウィングを置いて、ここを取りに来ようとする、一番アウトのレーンのところに一人ずつこうしっかりと配置して、ここを取られないようにっていう対策はだいぶ早い段階では取れたと思うんですけど、でも先ほど言ったように前半に関してはその相手の狙いというのを消すことで手一杯で、なかなか自分たち、じゃあいよいよ自分たちの時間だったり形を作り出すぞっていうまでにだいぶ時間がかかった、そんなゲームでしたね。ただ対応力、その4バック3バックっていうところは柔軟にやるし、相手の出方に対してすごくこうスピーディーにベンチとピッチがコミュニケーションを取りながら対応していくっていうのは、清水さすがだなというところはありますけど、まあ、さらに一つ付け加えると、中盤の攻防でいうとすごく水戸の選手たちが出足が良くて、まあ、水戸としたらね、その立場的にもこのゲームの時は失うものはないという状況だったので、とにかく清水にこう打って出てきたわけですけど、それがすごく清水の選手たちには厄介だったというかね、すごいストレスになってたっていうのは印象としてはすごく受けました。だから水戸が球際のところ、その際のところで奪って早く攻めるっていうこともたくさん打ち出せてましたので、山形も、まあ、一つ山形はカウンター狙いっていうのもプレーオフでは一つあるとは思うんですけれども、あまりこう引いていてはやっぱりトップ下の乾選手とかね、ボールを持てば何でもできちゃう選手がいるので、あまり引いてボールを持たせすぎるのは得策ではないかなっていう。だから前節の水戸清水戦から拾える何かヒントっていうのはあったんじゃないかなとは思いますけどね。はい、やはり試合のその展開予想でいうと、まあ、レギュレーションを考えると清水は引き分けで OK、45分、まず前半の45分は失点しないっていうのが、まあ、セオリーとしては考えられるんですけど、清水というチームを考えた時に、または秋葉監督率いる清水ということを考えた時に、前半45分を 0-0 で OK っていうふうに、捉えるのかなっていうのは僕はちょっとクエスチョンがつくかなと。秋葉監督が率いる清水であれば、前半45分のうちに先にゴールを、スコアを動かしてより優位に進めたいっていう、
あの先ほども言ったように先に点を取ればその3バックを3センターを採用して、残りの時間しっかりとこう失点せずに過ごしていくっていうことに舵を切るっていう考え方もできると思うので、僕はあの清水最初から出てくると踏んでます。じゃあ出てくるっていうことは、あの先ほども言ったようにこの前の4人は強力な攻撃陣がいて、でなおかつ左のサイドバックの山原という選手もどんどん出てくると思うので、出てくるだからこそどこかにスペースができる、ここにスペースができるっていうことを把握しておくべきですし、まあ、一つは僕は清水の左サイドがどんどん前に圧力かけてくる、どんどん仕掛けてくると思うので、やはりこういったところ、山形でいうと右の伊坂善意選手だったり河合歩夢選手のサイドのこの深いところっていうのは空いてくるのかなというふうには思います。またあのボランチの一人の白崎という選手ももともと攻撃的な選手であるし、彼も得点を狙える選手なので、やっぱり前に出てきがちな選手ですよね。だからこそこのボランチの白崎選手が開けたところっていうのも一つ、はい、つけるポイントかなというふうには思います。まあ、ただそういうポイントポイントで今言いましたけど、あのその押し引きというんですかね、清水が出てくるから山形はどこをついていくとか、清水がじゃあ蓋を開けてみたら意外と出てこないっていう展開も可能性としたらあるわけですよね。こればかりはもう始まってみないと分かんないので、じゃあ清水が引いたんだったら自分たちがもっと出ていける。で最近山形がうまくいってるのが南修斗という選手が高い位置を取ることで得点が生まれてます。なので南選手のサッカー感、それこそサッカー感だと思います。ゲーム感、勝負感、南選手にかかっている部分は非常に大きいと思います。あとは高井選手が南選手を気持ちよく前に出してあげつつ、なおかつでも後ろのところの、まあ、乾選手に仕事をさせないっていう、ある意味ここはあの際のところで、うん、ラフとは言わないですけど、もうファール覚悟で行く時っていうのは彼にとってはそういうタイミングが訪れると思うんですけれども、南選手相手のこのキーになる、攻撃のキーになるところをいかにこう制限かけられるかっていうのは高井選手にかかっている、うん、ので、やはり何かテクニカルなことではないんですけど、今ちょっと僕がお伝えしたいのはこの高井南の2人のボランチがいかにこのゲームの流れ空気感っていうのを感じ取って、そう何度も先ほども言ったように押し引きっていうところ、自分たちが今行かない時、行ってはいけない時と行くべきっていう時の判断を彼らがいかに感じられるかっていうのが山形にとってはあのこのゲームの重要なポイントになるんじゃないかなというふうに捉えます。はい、今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。J1 参入プレーオフ IAI スタジアムに乗り込んでのゲームとなります。まあ、山形サポーター、まあ、クラブとしてのこう、ね、最高のシナリオとしてはまず1回戦清水に勝って、で隣の山で、東京ヴェルディと千葉のゲームがありますが、6位の千葉が勝った場合は、決勝で5位の山形対6位の千葉という対戦になるので、ND ソフトスタジアム山形での開催が実現するというそういうシナリオもあるわけです。山形のスタジアムでの昇格プレーオフの開催というのはまだ1試合も過去ないので、そういうこともクラブはね望んでると思いますし、多くの山形サポーターの方の前で J1 昇格を決めたいっていうそういう最高のシナリオを描いているのではないでしょうか。そういった可能性もね大いにある。残り2試合なので、私自身も山形サポーターの、ね、方々と心一つにして、信じて応援していきたいと思っております。ぜひ皆さんも選手チームの後押しをよろしくお願いいたします。では今回もありがとうございました。